同性同士の結婚を認めないのは憲法に違反するとして同性カップルが国を訴えた裁判の控訴審は全国で最も早く札幌高裁で今日結審しました。この裁判は道内に住む同性カップル3組が同性同士の結婚が認められないのは憲法で定める婚姻の自由や平等の原則に違反しているとして国に対して損害賠償を求めているものです。札幌地裁はおととし3月の判決で同性婚を認めないのは憲法14条の法の下の平等に反すると判断した上で損害賠償を求めた原告の請求は棄却。原告側は違憲の判断でも法改正がなされないのは違法として控訴していました。札幌高裁で今日開かれた口頭弁論で原告の30代女性はこれ以上制度の外に追いやってこの社会からいないものにしないでほしいと改めて違憲判決を求めました。同性婚をめぐる裁判の控訴審は全国5つの高裁で争われていて札幌高裁が今日全国で最も早く結審しました。伝えてきたかったことはもうすべて伝えきれたのかなっていうふうに思っています。判決は来年3月14日に言い渡されます。同性婚をめぐる判決は全国5つの地方裁判所で出ています。例えば名古屋地裁は憲法14条法の下の平等と24条婚姻の自由の2つに違憲判決を出しています。でこれに対し大阪地裁はすべて合憲と判断が分かれています。一方高等裁判所レベルの判断は札幌が初めてになるため全国の注目を集めているということです。その判決は来年3月14日です。